はい、どうも、ジャージです。XBC81 さんです。今回はですね、はい、珍しく白い服を着ています。はい、というわけでね、皆さん今日は何の日かお分かりでしょうか？ついにね、僕にとって忌まわしき、あの日がやってまいりました。去年から戦い続けてきたね、あいつがやってまいりました。まあね、またね、今までそいつにはひどい目にね、遭ってきました。ですが今回、終止符を打ちたいかなと思います。その挑戦を今日でやめるわけではないです。とりあえず今日はね、やつをね、やつをコテンパンに倒したいなと思います。皆さん、お察しの通り、本日は、例の、ゴッドフェスの日です。はい、というわけでね、早速ね、ゴッドフェスの方を挑戦していきたいと思います。ゴッドフェスね、最近ね、こちらの、モンストってアプリも非常にハマってるのですが、まぁ、今回はね、パズドラということでね、まぁ、リクエストがあれば、モンストの方も挑戦してみたいと思います。というわけで今回はね、ゴッドフェスです。はい、というわけで、こんな感じで、パズドラを起動しますね。はい。で、なんかね、こう、これ使えよっていうね、話があったんで、はい、今回しっかりね、はい、はい、使いました。はい、こんな感じで使いました。はい、というわけで今ね、こんな感じでハローキティコラボガチャというのもやっているみたいですが、僕は今回もね、もちろんね、ゴッドフェスの方に挑戦していきたいと思います。というわけで、なんだっけ、ユーザー情報を購入服役を見ると、こんな感じで無料配布分6個となっていますね。はい、というわけで今回はね、今のところ無課金で、魔法石を6個持った状態です。で、ここで当てたら僕の完全勝利です。はい、というわけで、今までのね、恨みを晴らすべく、今回もね、レアガチャでね、まあ、当ててみたいと思います。はい、ゴッドフェス開催中というわけでね、僕が一番好きな瞬間がやってまいりました。はい、口が回んない。あ、もう緊張してきたー。はい、というわけで、レアガチャね、はい、こんな感じで、はい。一回回せるそうです。はい、というわけで、回していきましょう。来たわ。あ、もう久しぶり。あ、もう久しぶりだね。ほいっとー。こい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 。らっしゃい。きたー、ヤマトタケル、きたー、神タイプ、きたー、イきたー、ゴッドエスでゴッド、きたー、きたー。ハローキティコラボというものをやってみたので、今回はハローキティコラボの、じゃあ中級にね、中級に挑戦してみたいと思います。またホルスさんをね、ホルスさんを使ってみたいと思います。まあ、いつものメンバーはこれを使っているんですが、今回はね、まあ、闇パで行ってみたいと思います。はい、というわけでね、なんかキティちゃんみたいなやつが出てきましたね。はい、リア友にお前パズル力ねえなーってね、言われているのですが、本当にパズル力ないです。そしてこれまだ使ってませんでした。で、まあ、パズル力ない割にはまあ非常にね、自分なりに頑張っていますので、ぜひ温かい目で見てくれればなと思います。まあね、初期の動画、まあ、ここら辺に貼ってる、あ、違う、あ、いいや、ここら辺かな、ここら辺に貼ってると思うのですが、まあ、これよりは非常に上達してるのでね、どれぐらい上達したか気になる方はね、ぜひ見てください。あー、まあ、こんな感じでね、全然上達してませんね。まあ、最初よりは上達したんじゃない。なんか最初はさ、なんかぐるぐる適当に回してるだけ。あー、もう下手。あんね、でも普段より下手だと思う、動画回したら。なんだろう、緊張があるんだよね、動画でやると。まあ、こんな感じでね、非常にパズル力がない状態ですが、まあ頑張っていこうかなと思います。はい、まあこんな感じでね、たまにはまあ割と普通にこういう感じで連鎖もするのです。連鎖じゃ、コンボ。まあこんな感じでね、僕はこれ、友達のソルさん、皆さん知ってるかな。まあツイキャスとかでよく出てくれているソルジャーさんに作ってもらったなんだろう、メンバーです。はいはい、ハローキティコラボ夢の迷宮中級を、こんな感じでクリアしてね、まあ、こういう感じで、なんか可愛らしいね、可愛い感じのキャラクターをね、3体ゲットしました。というわけで、あざした、あざした、ありがとうございました。またお越しください。ですね、僕の家の近くのセブンイレブンでめっちゃ声が渋くていい。というわけで、最後にボックスの方をね、軽く紹介していこうかなと思います。で、今回当たったのはこちらのね、神タイプの、ヤマトタケルということでね、なんか、縄文っていうのは、弥生っぽい感じ。弥生とか古墳自体に出てきそうな人が出てきました。はい。なんか、かっこいい剣を持っていましたね。なんか、こんな感じの微妙なキャラクター揃いです。はい、というわけでね、まぁ、今回は、まぁ、課金するのかと言われたら課金しません。なぜかというとね、まあ、一回でね、出ちゃったんでね。イエーイ。もう今までね、どれだけ課金してきたか皆さんね、ほんとね、もう発狂しそうです。値段的に言うとそうでもないかもしれませんが、僕学生なのでね、まあ、学生にとっては非常に大打撃なんですよ。はい。というわけで、まあ、今日のためにね、実はこんな感じで買ってきてたんですが、これは次回のゴッドウェイズのためにね、撮っておきたいと思います。というわけで、まあ、こちらの、まあ、
今回はこれ使いません。僕ね、去年ね、凄まじい宣言をしてたんですよ。新年の抱負はありますか？新年の抱負はですね、無駄遣いしないということですね、確実に。何も見てないよ。今何が起こってんの？うわ、なんかやばいやばいやばい、魔法石降ってきたよ、マジで。マジ無理ですか、しよう。まあ、守る気なんてないんだけどね。まあ、こんな感じでね、非常に悲惨な去年からね、まあ、今年にかけて非常に悲惨でしたが、まあ、今回はね、ちょっと報われた気がします。ガンホーさん、マジで、本当にありがとうございました。はい、というわけでね、これからもね、ゴッドフェスの実態をね、調査していきたいと思います。もう、ゴッドフェスの実態というかね、ゴッドフェスを、もうめっちゃね、もう、ゴッドフェス、実態はね、僕と一緒にね、解明していきたいぜっていう方はね、ぜひね、下にね、登録ボタンがあるのでね、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでね、もうここで切り替えてしまいましょう。おいしょ。はい、というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。今回の動画が初めてだよっていう方はね、下の登録ボタンからぜひね、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。というわけで、スマホとかね、タブレットで見てるよって方はね、下の方にね、どっちかわかんないけど、下の方に、あるんでね、なんつうんだろう、登録ボタンが、本物のね、モノホン登録ボタンがあるので、そちらの方から登録していただければ、幸いです。というわけで、もうパソコンでももちろんそっちのモノホン登録ボタンの方からでも登録できます。というわけで、まあ僕のね、まあ、なんだろう、悲惨なね、まあ、なんつうんだろう、まあ、なんかの回のゴッドフェスの動画、こっちかな、こっちだっけ、どっちだっけ、また忘れましたが、多分こっちだろ、こっちだな。まあ、こっちに貼っておきますので、ぜひね、こっちの動画もぜひチェックしてみてください。というわけで、2月といえば14日バレンタインですが、皆さんね、まあ、どうでしょうか。まあ、僕はね、去年クリボッチだったのでね、皆さんどういう、僕がね、どういうバレンタインになるかというものはね、皆さんご察しください。まあ、お察しくださいよね。お察しください。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。